どうも皆さん、こんにちは。はるにゃんでございます。はい、今回はですね、ちょっと遅れてしまったんですけれども、2019年この上半期でですね、私がまあ使って本当に、あ、よかったわ、おすすめだわっていうね、BB クリーム、ファンデーションを、4つ、そして、使ってみて実際、微妙だなっていうね、ファンデーション、BB クリームね、2つ、計ね、6個ご紹介していきたいと思います。なんだかんだ結構プチプラなファンデーションとか、ちょこちょこね、買ったりして試しているので、ぜひ、まあ、参考になれれば嬉しいです。それではご紹介していきましょう。レッツ、スタート。はい、それではですね、まず使って良かったね、BB クリームファンデーション、4つご紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、じゃーん、こちらの、24時間コスメのミネラル BB クリームですね。こちらは何回かね、過去にご紹介しているんですけど、やっぱり今年に入って使ってみて、この24時間コスメの BB クリーム、本当にいいと思いました。毎日こう、スティックファンデーション使った時に、まあ、伸びは良かったんだけど、カバー力もあったんだけど、そんなに感動しなかったんだけれども、このね、BB クリームの方は、伸びもいいし、カバー力もそこそこあるし、あと、なんていうのかな、つけ心地が結構軽いかなっていう感じがしました。で、私なんかだと、やっぱその、夜とかね、もう BB クリームつけたまま疲れてカーッと寝落ちしちゃったりとか、娘を寝かしつけてる間カーッと寝ちゃったりとかね、まあ、ちゃんと BB クリームを落とさずに寝ちゃったりすることも、あるんですけど、なんかこれつけてると少しこう、なんかこう、肌がだるい感じがね、ないのかなっていう感じがしました。なんか、本当は一番ね、ちゃんと落とさなきゃいけないんだけれども、やっぱその、まあ、24時間つけてても、多少、まあ、普通のファンデとか BB よりかは安心なのかなっていう感じがして、はい、そこも気に入ってます。で、まあ、出した感じはね、結構暗めだからさ、あれこんな暗くて大丈夫かねなんて、くすんだように見えないかなと思ったんですけど、伸ばしていくと、ほら、スルスルと伸びて、こう明るくなって、肌もね、肌にしっかりこう馴染んで、で、ちょっと程よくね、しっとりする感じなので、で、カバーもね、しっかりしてくれてて、このつけた感じもすごい好きで、はい、こちらは買って使っててよかったと思います。なので結構、まあ平日、休日問わず使ってますね。だから休日なんかも、やっぱり長い時間お出かけしたりとかしててね、まあそれもあるし、あとやっぱ疲れて寝ちゃったりとかもしててもね、この24時間コスメの BB クリームだったら、とりあえず肌がこう、いつものやつよりくたんなくていいかなっていう感じがして気に入ってます。はい。はい、そして二つ目はですね、ザセムのファンデーションですね。はい。ザセムはね、もう私の動画ではもう何十回ってね、紹介してるコンシーラーね、クリームコンシーラー、本当に最高っていう風に、紹介していたんですけど、なんとね、なんか最近見かけてザセムのファンデーションが出たんだってことで即買いしました。で、こちらね、1200円、やっぱりプチプラだね、1200円というプチプラでありながら、こちらもすごいカバー力もあって、持ちも結構良くて、で、そうですね、少量で結構、綺麗にね、肌がカバーされて綺麗な肌に仕上げてくれるので気に入れました。出した感じは、まあ、振らなくてよかったんだっけ、振るって書いてある、別に振る振らない書いてないけどまあそれで振っとこう出した感じは結構緩めなんです。で、緩めだから大丈夫かなと思ってたんですけど、このゆるゆる感がね、すごいサラサラーと伸びていって、このサラサラ感がね、こうしっかりね、カバーしていきながら、でもこうしっとりね、乾燥もせず、しっとりとね、仕上げてくれる感じです。ほら、結構カバー力があるんです。だから私、ここら辺のちっちゃいシミとかは、隠れたりするので、いつもよりコンシーラーを控えめにしてます。ここはちょっとさすがに隠れないな。ちょっと結構ここにシミがあるんだけど、ちょっとここはさすがにね、隠れないけど、まあ、でもすごく薄くなるので、やっぱ、ザセムはすごいやっぱカバー力に優れてるなっていう風に思いました。で、しかも、ちょっと少量でね、結構カバーできるので、1200円で結構たっぷり使える感じなので、これすごいいいなっていう風に気に入りましたね。はい。なんで他にもなんかスティックタイプのとかも新しく出てたみたいなんですけど、リキッド、これからまた秋とかになった時とかにもね、バリバリ使っていきたいなと思います。はい。なので、ザセムのファンデーション、超おすすめです。はい、そして次はですね、こちらの BB クリームです。サナナチュラメールオーガニック BB クリームですね。なんかこれ、ママのための
BB クリームって言って、なんかそのすごい肌に優しい処方で、まあ、オーガニックっていうことで作られていて、まあ、多少その赤ちゃんにちょっとピタッとこう肌に触れても、あの、安心だよっていう風な感じぐらいの優しい BB クリームになっています。で、正直これは SPF30 あって、うん、だから出かけるには十分、つけていくのね、十分なんですけど、正直カバー力はないです。だからシミとかもあんまり隠れないけれども、でもすごくあの肌もトーンアップしてくれるし、あの、肌がすごい綺麗には整うので、ちょっとあの、なんだろう、近場お出かけするときとか、やっぱ紫外線気になるからね、日焼け止めと、あとちょっと化粧、血色を良くするように塗るんで、すごい重宝して使っています。だから私もちょっとその、近場で買い物行くんだったりとか、保育園の送り迎えの時だったりとか、まあ家にいる時でもね、もうほんとなんか、もうクリーム感覚、つけ心地も本当になんかすごく軽いので、楽なので、なんかすごい、なんかこうカバー力はないけれども、すごいなんか重宝して使っている感じですね。で、特になんか、崩れもそんななんか、ベタベタするとか、そういうのもないし、本当になんかクリーム感覚で自然につけられるので、毎日の今子育てしながら、でもちゃんとそういうケアをしたいよ、したいわっていうママさんにはね、すごくおすすめですね。そんなすごいカバー力とかには適してないけど、なんか惹かれるみたいな、そんな BB クリームで使っています。はい、そしてお次はですね、バリバリのファンデーションになるんですけど、動画でも、メイク動画でやりました。カバーマークの、フローレストフィット。こちらですね。はい。こちらも、よう使って貼りますね。はい。こんな感じになっておりますが、ちょっとバッチリけどさ、使っています。まあ、これは、すごいやっぱカバー力がものすごいんですよ。もう本当に最初使った時に、カバーマークってそんなになんか、カバーを重視したなんかファンデとかってあったっけって思ってたんだけど、今回このカバーレスフィット、フローレスフィットを使った時すごいびっくりしました。もう一塗りでですね、あの、シミがもう本当消えるんです。私の頑固なシミとかもスッと消えていくので、もう本当コンシーラーいらずだし、急いでる時とか時短にもなるし、あと、なんだろう。他の BB クリームを使って気になるここだけちょっと部分付けしたりもするし、あと、部分、ここの中心部だけ、これでフローレスフィットで仕上げて、パウダーで仕上げて出かけるっていう感じ。もういろんな使い方ができるんですけれども、まあ、全体使ったり、部分的に使ったりね。うん。これはでも本当なんか、サブ的な感じで持っていってもいいかなってぐらい。まあ、ちょっとね、まあ、プチプラじゃなくてお値段は多少しますけど、まあ、カバー力重視する方とか、もうしっかり隠して、しっかりメイクしたいわ、みたいな感じだったら超おすすめですね。一つ持ってても絶対に損はないかなっていう感じがします。ただ若干、ちょっとなんだろうな、少しこうパリッと感があるのかな。少し時間が経つと、ここら辺、まあ私シワあるんですけど、ちょっとここら辺のシワが少し食い込んじゃったりとか、時間が経つとね、そう、ちょっと乾燥と私のシワの問題があるけど、シワシワ言ってるけど、ちょっとそこら辺が、あの、シワにこう入り込んじゃって、ちょっとケアが、あの、必要かなっていう感じはありました。でも、このカバー力、はい、あの、しっかり隠せるね、シミを隠せる、この優秀な、ファンデなので、そこら辺は全然私は気にしておりません。なので、こちらのカバーマーク、超おすすめなので、試してみてください。はい。そして次はですね、2つ、ちょっと今回使ってみて、微妙かなって思ったファンデーションを2つご紹介します。まず1つ目は、これも結構話題にはなってたと思うけど、キャンメイクの、クリーミーファンデーションスティックですね。スティックタイプ02番を買いました。結構なんか、あの、見た感じ暗めですね。で、つけた感じもちょっと暗めになるのかな、そう感じになります。はい。まあ、キャンメイク大好きだからね、気になって買ってみて試しては見たんですけれども、まあ、塗った感じはね、すごいスルスル柔らかくって、あ、しっかりこの伸びもね、こうやって手で伸ばしていくと、あ、すごいサラサラして、あ、カバー力もありそうかな、綺麗に仕上がるかな、なんて思ってたんですけど、全然カバー力がなくて、つけ心地は軽いんですけれども、なんかすぐ、落ちちゃう感じ。ベタっと。なんかちょっと少し、ここら辺拭いただけでもなんかごっそりこう、ファンデが取れるみたいな感じですね。だからすぐ落ちちゃう感じは、持ちは正直すごい悪くて、で、まあやっぱりここら辺時間経つと落ちてくるから、シミとかも私ほら、多いそばかすが、気になってるそばかすとかもすぐ目立ってきちゃったので、
ちょっと今回のキャンメイクのスティックファンデーションはちょっと微妙かなっていう私的な感じは思いました。まあお値段もね、そうやっぱプチプラだから全然、まあこんだけ文句言ってるけどプチプラだからいいかなとは思ったんですけど、で手も汚れないしねスティックは、でもちょっとあんまりって感じ微妙な感じでした。はい、で次はですね、あとはもう一つは、無印の新しいファンデーションですね。クリーム UV ファンデーションナチュラルを買いました。まあ、無印の下地系とかも結構、カラーコントロールとかすごく好きで、一時期使ってた時もあるし、あとパウダーがね、プレストパウダーが大好きで、あと、粉の方も使ってたんですけど、ファンデはどうかなと思って買ってみたんですが、これも結構ね、出した感じ、はい、結構ね、濃そうな感じで、あ、これは結構カバー力もあって、しっとりして、乾燥しなさそうだなっていうふうに思ったんですけど、結構なんていうのかな、塗った直後は、なんかカバーされてて、まあでも、いつも使ってるファンデよりかはカバー力はないなってかね、コンシーラーは足すんですけど、なんか崩れ方がちょっとぬめっとする感じがあったんですよね、ここら辺が。なんか、ちょっとこう、ぬめぬめした感じに、こう、ガビーンっていう、ガビガビってまだいかないけど、ちょっとぬめっとした感じの崩れ方で、ああ、これ、微妙かなっていうふうに思いました。だ結構その、塗った時は、ね、伸びも良くて、潤って、こう、しっとり、肌がしっとりしてね、よさけかもしれないっていうふうに思ったんですけど、そのしっとり感がね、逆にずっとこう続いて、こうガビーッと、ガビーッとこう、ぬめーっと崩れる、流れるような感じだったので、好きじゃないなっていうふうに思って、多分2回ぐらい使ってちょっと、はい、保管しています。この2つはちょっと今回申し訳ないんですが、まあ人それぞれなんですが、私的にはちょっと微妙かなっていうふうな感じに、思いました。はい。ということで、今回はですね、2019年上半期に、使って本当に良かった、そしてお気に入り&おすすめな、ファンデーション BB クリームと、まあ、ちょっと使って微妙かなっていうファンデーションをね、2つご紹介させていただきました。どれも本当にね、いい方はおすすめしたいものばかりなので、ぜひぜひチェックしてみてください。で、またね、下半期とかもね、いろいろ試すこともあるかと思いますので、こういった動画もアップしていきたいと思います。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またねー、バイニャン。